ある時から席を切ったように政治への苦情が出まして。嘘やろなんで、各スタッフの名前すら覚えていないのではという。ああ、それは あるな。政治んとこ、政治んとこ、今日は何するん。今日はね、何するん。後ろに我が政治んとこの若手スタッフ、はいはい、プラス千原兄弟のマネージャーさんの長谷川さん、長谷川さん会議をしてて、要は改善していこうと、チャンネルをね、はいはい、もっといい風に改善していこう、はいはい、でみんなの意見を聞きたい、だから前向きな話してはるんでしょ、その会議で。会議でしてたんです、はい、そしたらある時からこう席を切ったように政治への苦情が出まして。嘘やろなんで。そんなにあるんだったら政治に直接ぶつけた方がいいじゃないか。ああ、なるほどなるほど。いや、あるか別に。そんな、だってはっきり言うて電話番号も知らん感じやで。うんうんうん、そうやのに、なんでそんな苦情が出るの。まあということで、ちょっと今日はこちらの若手の皆さんに一筆書いていただいて、政治への苦情を。あ、これがそうなの、はい、で、はいはい、シャッフルしてもらって、はい、で政治引いてもらって私にください。わかりました、はい、はい、じゃあこれまず、はい、じゃあこれがいきますね、はい、各スタッフの名前すら覚えていないのではという。ああ、それはあるな。これ誰かちょっと聞いてもらっていいですか。これ誰ですか。はいはい、ああ、いや、その、まあ、撮影中とかにも、うん、やっぱ僕たち、まあ、スタッフ、うん、名前で呼ばれたことが指で数えるくらい、片手で収まる回数しか名前を呼ばれたことがない、うん、それはね、俺ほんまに名前と顔が覚えられへんのほんまに、あの病気とは言わへんけどほんまに苦手なの。それ子供の時からやねんな。ちょっとまずいなと思って、うん、ちょいちょいわざわざ政治の前でスタッフみんなの名前わざわざ言って誰だよ、うん、俺がいれこれとかって一応やりてるのは、うん、気にしてやってる。あ、ほんまありがとう。いや、ほんまに俺だからLINE とか、うん、もう覚えられへん、顔と名前が。だから自分なりの記号をつけて、記号って思い出すように、例えば例えば、芸人とか、うん、あとか、はい、まあ、つけてやっとかな。あ、僕らはなんてつけられてる。気になりますね。だから交換してへんよ。あ、僕はしてます僕はこのチームに誠司さんに誘われて入ってます。そうかこの間ロケ一緒だよ、岡本さん、さっき名前呼んでたから難波さん。おお、それは、うん、でメガネく僕数日前にロケ行ってるんで。そうだよね。いや多分現場で多分名前呼んだこと何回もあると思う。でだからそれだから呼んでくれてるから、うん、その時は、うん、呼ぶんやって、うん、だからそれが残ってないの、全部そわーって流れていくのでもほんまに全然覚えてない。例えばやけど、歴代マネージャーも全然覚えてないよ。何やろ、モビルスーツはすぐ覚えれるわモビルスーツ以下ですか。モビルスーツ以下で、じゃあちょっとその一回聞かせてくれへん、名前を。そうね、正解はい、宮田です。ああ、そうそう、宮田ってよう言うてる宮田ってよう言うてる、はい、門田です。門田あんまピンときてない。門田は岡本さんじゃん。岡本違うからえ岡本って昨日岡本ことと岡本言ってない、言ってない、岡やんな。でも岡は合ってる岡は合ってるわ。岡田や岡田門田は、うん、だからもう覚えた、左打ち晩年糖尿病やったって、宮田な
難しいですか。見えて難しいな。これあれだな。ナンバーナンバー。半年後もう一回聞くか。ナンバーナンバーでまだ多くかどうかな。あのせいな。タマ多いしね。宮田ね。宮田だけ。これちょっとショックだよね。そうですね。いやその引っ掛けるとこもないのよ。岡本って間違えた岡田で覚えたの。でナンバーもナンバーあナンバーのナンバーで。中野田も左打ち。宮田俺の中の宮田がないのよね。これ問題ですね。いやこれ気に入らないんだな。そういや確かにこれはねあの失礼やと思うね。で俺な誘われて飲みに行ったりとかもしょっちゅうそれ言われんのよ。はじめましてって言ったら行くよ何回も会うてますよってむっちゃ言われんねん。会う人も多いですからね。うん、でも完全に向こうあこいつ覚えてないのに知ってるかふりしてるなっていう顔してはる。それをね持ち前の笑顔で乗り越えてきてって。話しかけにくい誰これ。あお二人。あそう理由は何。でかいので気がつかない。ああ、まあ話しかけづらい。はい。だから子供がさ初めてディズニーランド行った時にさミッキーマウス見て思ってたサイズ感と違うから泣きじゃくるやんか。それにちょっと近いかもわからへんな。近いです。まだ慣れないです。それも慣れしかないよなそれはな。僕は単純にやっぱり黙ってる時とか顔が怖いな。それも慣れしかない。それも慣れしかない。それは慣れてや。それはそれはもっとロケいっぱい来てや。それは二人とも。でも話しかけにくいというのでこれ思い出したんだけど、うん、この間まさに岡本じゃなくて岡田とロケしたでしょ、うん、あの時に車内で車で移動してたじゃんロケ地。誠司が前運転手俺と岡田が後ろつけるであの時に、ロケ地の情報を岡田が調べてくれた、はいはいはい、なので岡田に俺が調べてくれたんだから誠司にお前が説明してって俺は振ったわけ、うんうん、そしたら待てと暮らせぞ誠司に話しかけようとしないわけ。俺どうしたんだと思って、うん、見たら何度かこう前のめりに話しかけようとしてんだけど全然言葉が出てこなくて、うん、で俺面白くなってきてあ俺が橋渡しするのはやめようと思って。まあ根性あるな。頑張れよ。いやこの企画もあったから。この企画もあったからちょっと一回静観しようと思って。誠司前の席ですごい話盛り上がってるわけでもなく、いくらでも話すタイミング話しかけるタイミングあったのにも関わらず、全然行かないから。なんやったら交通事故な変な交通事故が変わった交通事故やってたのよ。それで結構盛り上がったよな。そうそうそう。すごい一体感あったよ。そうあったよ。でも岡田は。何度も前後に体を揺すっててまあこういうことなんだと。なるほどなるほど。こういうことやな岡田。いやいやそれ多分勝手にそっちが思ってることやからさ。それないようにせえとか言ったって無理やしさそんなこと別に。社会への怒りが止まらなくなる時がある。これ誰。僕です。これ収録中になんですけど、たとえその日の収録のテーマがオカルトであろうと、うん、変わった職業の人の人生の話であろうと芸人仲間のトークであろうと社会への怒りのスイッチが入ってしまうとその本題からそれまくってその話に行ってしまって誠司さんが 2,3 分戻ってこなくなる時があるので編集の時に困るという。それはすいません。ほんまにほんまにねこれはね病気なんです。これでもだいぶ丸なりました。確かに最近ね三木先生三木大夫先生もフォローに走るでしょ。あれも同じ現象だね。ゲストがフォローに走るんですよ。でもみんな腹立つことどう処理してんの。例えばあんな飲み屋でさ大将相手に喋ったって、うん、なんかちょっとこういうもんでも回ってるとこにこう喋った方がストレスが発散できるのよ。もしかしたら誰かが見るかもわからへんとか思うから、うん、だからカメラ回ってたら回ってただけ
どんどん腹立って喋ってくる。でもね、こうみんな、わ、みんな集まってきたと思ったらさ、みんなに聞いてもらおうと思ってます、ね。デースインスタライブがとても心配。はい、これ誰ですか。はい、はい、私です。なんでフィーさん結構インスタライブされてるじゃないですか、うん、はいはい、私通知来るようにしてて、はいはい、毎回見るようにしてる。うん、セイさんでズバズバ言うおっしゃるじゃないですか、うんうんうん、でプラス生配信、うん、プラスお酒が入ってるが、うん、めちゃくちゃ怖くて、うん、何言うかわからないし、うん、言ったら終わりやし、うん、でお風呂入りながらやられてる、寝たら終わるしとか、ね、あの状況がめっちゃいつも心配で見てます、うん、はい、それはあの申し訳ないけど治らんねや。あの俺の連れとかもむっちゃ楽しみにしてるから。あ、そう、うん、同じように風呂入るねって。あ、連れも。でずっと聖女より先に出た負けやと思いながら見てんねん。俺と風呂どっちが願い事を使ってられるかっていうので戦ってる男がね3人ぐらいおんねん。そいつらのためにもね、気が向いたらちょっと。でも大丈夫やね、別に今まで何回も何もないやんか、はい、だから大丈夫やね。俺あの分かってんねん、要点でも。分かって分かって分かってベロベロでも分かってんねん俺。まあでもまあ死なない程度にやっておきますね。はい、もしあの俺が死ぬ映像がバズっとあの死んでな、死んだいう映像がもうバズったとしたら、そのあの広告料は家族にやってもらえますか。それは分かりました。はい、吉本取らんといてください。はい、じゃあということで、あのまた半年後は必ず僕成長しております。あ、名前は、名前は宮田、宮田。おお、後ろは門田、門田、門田、後ろは岡田、岡田、岡田、ナンバ、ナンバ、ナンバ。そう、じゃあ半年後にまだあのいろいろ聞かせてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。